一生懸命やっておってくれる諸君に対して、まあ、そういった思いをさせてしまったことにつきましては、私は心からお詫びを申し上げたいというふうに思います。本当に申し訳ないと思います。岡崎町長は今日午前9時過ぎ、町議会の重綱秀次議長に辞職願を提出し受理されました。岡崎町長は弁護士3人による第三者委員会の調査で、職員や元職員の女性15人に対し、町長室に呼び出して体を触ったり、抱きつこうとしたりするなどの行為がセクハラと認定されました。その上で、第三者委員会は岡崎町長のセクハラに対する認識に問題があると指摘し、辞職が相当と結論付けました。今日の会見で岡崎町長は、手や肩を触る、顔を近づけるなどの一部の行為については認め、相手に対する気持ちが欠けていたと謝罪しました。親近感あるいはコミュニケーション、同じ仲間、親しみを持ってという思いで行ったというふうに思っておりますけれども、自分の勝手な思いであり、特に独りよがり、裸の王様であったんではないかなと、そんな思いを昨晩考えながら思ったところでございます。町長の辞職について町民は、昔はね、それはもう手を叩いて頑張るよということもあったかもしれないけど、だからお尻を触るのこれはもう最初から無理だと思うよ。昔からでも僕ら言われてたよ、セクハラ町長のところには住めない、誰も来ない、それだけは払拭してほしいね。辞職については明日の町議会の臨時会で同意されると正式に決まるということです。